主人は真摯に自分の気持ちを吐露してくれた。その上で我が輩をそこまで思って、こんなことして、こんな嬉しいことはない。わかった。ご主人には全てを話そう。たとえ軽蔑されても仕方ない。それが我が輩に真摯に向き合ってくれたご主人への礼儀だと思う。人に戻りたいという気持ちはある。前よりもこうしてご主人を強く感じられるしな。だが我が輩には人に戻る資格はないのじゃ。ご主人、皆は我が輩が自ら人柱になったことを尊いことだと褒めたたえてくれるが、本当はそんな綺麗な話ではないのだ。我が輩は逃げただけなのだ。ご主人、我が輩の両親は父上も母上も我が輩が人柱になることに大変反対した。たとえ幾縛もない命であろうと、最後の最後まで共に生きようと。だが我が輩はそんな両親の願いを聞き入れなかったのだ。いつ死ぬかわからぬその恐怖から逃げ出したくて、家族の願いを踏みにじり人柱になってしまった。それが真実なのだ。ご主人、我が輩は決して立派なことをしたわけではない。ただの臆病な親不孝者なのだ。交わることが怖くなるのだ。女子として初めて愛したご主人にすら、ずっと一緒にいてくれとは頼めぬほど、いつかは法理を出よと言ってしまうほど。これ以上の孤独はないであろう。だがこれは罰なのじゃ。両親を捨てた愚かな娘の。だからこれでいい、いいのじゃ。泣いておるのか？
我が輩のために泣いてくれているのか。どうしてじゃ。ご主人ならいくらでも他の女子と幸せに。その名で呼ぶでない。主人、その願い、叶えよう、共に。バカ者、礼を言うのは我が輩の方だ。ありがとう、ご主人。